おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツカやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ今回ですね、何をやっていくかと言いますと、3点、今まで私が全然重要視していなかったところ、重要視していなかったわけじゃないんですけれども、皆さんにね、これ超大切だよって言っていなかったところで、ちょっと やっぱり最近、SWCC とか、いろいろあってですね、反省したところがありますので、そちら3点を、ちょっと謝罪も兼ねて紹介していこうかなと思います。ってことで、早速やっていきましょう。さあ、まず1点目ですね。まず1点目、私は、いらない星5の選手ね、同じプレスター同じ得意戦術でいらなかったらもう売っちゃいましょうみたいな話をよくしてたんですよね。で、すぐ売っちゃうのはやめましょう。はい、本当に必要になってから売るみたいなね、本当に金コインもう足りないみたいな、この選手貫突したいけど、いや、このいらない選手たち売ったら貫突までの道が全部立つよと、貫突できるよと、だからこのいらない選手たち売るだったらいいんですけど、いらないからとりあえず売っとこうって言って売るのはやめましょう。あんまそういう方いないかもしれないんですけどね、私結構そういうタイプで、本当にね、困ったのがポグバとコマンね、あとチアゴシューバ、この3人が最近強くなってね、リメイクされまして、チアゴシューバが2周年できて、ポグバカンテがフランスへ来てね。で、私チアゴシューバカンテポグバってリリース初期に3人ともいたんですよね、星5で。本当に2年前に。で、その時の選手たちって本当にもう特徴もスキルも総合値も弱くて、売っちゃったんですよ。いらんと思って。でも売っちゃったせいで、今このね、チアゴシューバー、カンテ、ポグバが貫突するのすごい大変になっちゃったっていうことがありまして、すごい反省しているんですよね。はい。なんで、本当にいらなくなったら売るっていうのもそうですし、例えば、この選手強いガチャで追加来るかなみたいな、例えばナインゴランとかがそうなんですけど、一応追加来てはいるけどそんな強くないみたいなね、めちゃくちゃ強い選手として追加されてはないみたいな、選手もいると思うんですよね。でもそれって当然のことで、例えばエジルとかもそうなんですよ。この間のドイツガチャのエジルは、めちゃくちゃ強かったですけど、その前のエジルね、2回目のエジル、この18、19シーズンなんですけど、この時の中央突破、司令塔エジルってそんな強くなくて、そうやって考えたらですね、なんていうのかな、わざわざ取らなくてもいい、とかわざわざ、取る必要のない程度の、追加の選手って絶対いると思うんですよね。例えばリカルド・クアレスマとかそうだよね、絶対強いガチで来ないでしょっていう、あともうこれから追加されなそうなのはマレク・ハムシクとかね、あとはコスタス・マヌラスどうかな、ちょっと難しいけど、マヌラスもね、マヌラスが強くなって追加ってことないですよね。アレックス・ヨービとかウェズ・モーガンも強くなって追加ってこととかないと思うんですけど、数選手だったらいいかもしれないんですが、例えばね、それこそシソコとかね、もう分かんないですよね。トットナムが、例えば CL 取りました、ヨーロッパリーグ取りましたとかってなったらね、スパーズで来るかもしれませんし、またフランス代表がね、2年後のカタールワールドカップで大活躍したらそこでシソコ来るかもしれませんし、その1年2年のスパンでソシャゲなんてやってられないよって方はもうそれもご自由にしていただいて結構なんですけれども、ある程度長期的に見てね、この選手どうだろう、来るんじゃないのっていう選手は売らない方がいいのかなと思います。例えばバレンシアとかももう全然売っちゃっていいかななんて思うんですけど、私レフトウィングアザールよりポジションでねいい選手いますが、アザールもしかしたらもっといいアザール来るんじゃないのって、来るかもしれないですよね。レアル行ってで CL 取って、でもしかしたらまたベルギー代表でもね、また2年後できますしって考えたら、ちょっと売るのためらいますよね。で、そうやってちょっと売るのためらうのも大切なのかなっていうお話です。はい。ただね、やっぱりその金コインにするっていうことは大切なことですので、よっぽど課金してる方以外は金コインにして監督するしか方法がないので、全然ね、売るのは悪くないと思います。私もこれからもどんどんバンバン売っていきますし、ただその上でもですね、ちょっとこれ来そうじゃねってだいぶ確信が持てるんだったら、残しておくっていうのも一つの選択肢ですよっていうことを覚えておいていただけたらなと思います。ってことで2点目いきます。2点目はですね、ジョーカー最強説がありますね。はい。私も今回ですね、SWCC ベスト16のコードらせていただいたんですが、その先で負けたのはやっぱジョーカーに、持ってる方に負けまして、で、決勝トーナメント見てもね、ダイヤモンドディビジョンのもうみんなジョーカーだよね。もうみんな途中出場はルカ・ヨビッチとかね、ジェームズ・ミルナーとかを出してるわけですよ、途中から。
強いですよね。試合の途中から出場すると能力特大アップですからね。大アップとか中アップじゃなくて特大アップですからね。能力ってあれですからね、全能力ですからね。この6856に特大アップがかかるわけですから、変な話、オフェンス能力大アップとかはね、この1552、このオフェンスの1552にのみ大アップがかかるんですけど、このジョーカーの場合はこの6856に特大アップがかかるわけですから、まあ、総合値どこまでいくのって話でね、まあ、私見るのは貫突してないんですけど、貫突したらまあ1万ぐらいで、まあ、1万の特大アップってえげつないんじゃねみたいなね。なんで結構本当にダイヤモンドの方でも得意戦術一致してなくてもジョーカー出す方がいらっしゃってですね、まあポゼッションとか中央突破で、中央突破でポゼッションのジョーカー使ったりとかね。なんで本当にジョーカーっていうのはすごいいい特徴なんだなと痛感しました。やっぱり SWCC は結果が全てですので、まあ、ベスト16までね残ることは私はできたんですけど、その先に行けていない、まあ、優勝まだ1回もできていないので、まあ、やっぱ優勝するためにはこういうジョーカーみたいなね、いい特徴もの選手も監督しなきゃいけないのかななんて思います。まあ、ただですね、私も以前同じ考えだったんですが、いやいやいや、こんなリザーブの選手監督なんてそんな余裕ないよみたいなね、スタメン監督するので精一杯だわって方絶対いらっしゃると思うんですよ。よくわかります、私も全く同じ気持ちです。ただですね、なんていうのかな、リザーブの選手なので、まあ、4戦術で使えるって考えたら、まあまあまあっていうところですよね。まあ、ダイヤモンドで SWCC 挑まない限り総合値の制限がかかりますので、まあ、その総合値の制限内に他の選手は収めておいてね、貫突せずに、で途中交代でジョーカーを貫突ジョーカーを出すっていうのはすごいいい戦術なのかなと思いますので、私もねこれから次ジョーカー来たら全力で行こうと思いますし、まあ、このジェームズ・ミルナーがね、限界突破、ちょっと貫突はあまりにもちょっと不可能に近いので、私の場合はちょっとあまりにも監督素材がもう突きかけているっていうのと、ミルナー控えミルナーが一人もいないんでね、もうアイテムだけで監督はちょっとだいぶ厳しいかなと思うんですが、まあ、とりあえずねそれでも、一つ選択肢としてジョーカーっていうものを皆さんも考えていただけたらなと思います。で最後なんですけど、最後はこれはですね、まあ、以前から結構思っていたところではあるんですが、ドラガンストイコビッチめちゃくちゃ強いよね。ちょっとすいません、今回 SWCC の優勝した方のフォーメーション見させていただくんですが、こちらです、ストイコビッチ。ちょっと私がねストイコビッチ持ってないんですけど、みんな使ってるんだよね、本当にみんな使ってる。みんなってあれですよ、 100% ってわけじゃないんですけど、強い方大体使ってて、ゴールドディビジョンでもすごい使ってる方多かったんですよね、ベスト16来た時に。でやっぱり私ストイコビッチもともと CF なので、ストイコビッチ OMF 起用にしてる方がすごく多くて、このもともと CF の選手を OMF 起用にするのってそんないいのってね、やっぱりどっか思っちゃってたわけですよ。まあしかもこの特徴3枠あるうちの1枠が黄金の右足でプレスキックの上昇で埋まっちゃってて、いやもったいなくないみたいなね、コーナーキックフリーキック蹴らなかったらこれいらないじゃん、この特徴腐ってるじゃんみたいな。でまあ、ここも野生の嗅覚でね、なんかドリブルシュートスキル発動率ダイアップとかじゃなくて、ただのシュートスキル発動率ダイアップですし、で、まあ、ただドラガンストイコビッチマジで使ってる方多くてですね、まあ、このシュートトラップダイアップの芸術家のみのいい特徴はこれのみ、グレースシュート悪くはないけどね、まあ、すごい優秀ですよ、すごい優秀ですけど、そんなこの OMF たくさんいる時代でストイコビッチ使うのみたいな、私からしたら紫デブライネの方が良くないみたいなねことを思ってたわけですよね。でやっぱり残ってる方がストイコビッチ使ってるって方はそれなりの理由があるということでですね、まあ、何がこいつこんな強いんやろうって考えたら、まあね、シュートがえげつないんですよね。5000超え、シュート5000超え、だパスも3000、4000近くて、まあ、ドリブルもそんな高くないんですけど、まあ、それでも2000、まあ、でもあんま高くないですよね。てかシュートが本当に高いんですよね。で結構その決勝トーナメントとか見てもですよ、ダイヤモンドディビジョンのストイコビッチの2点とかで勝ってるんですよね。えネイマールはみたいな、えメッシはみたいな、ストイコビッチが決めて勝つみたいなね、まあ、トラップも3000あって、キープも1000超えてて、スピードパワー両方1000超えてて、まあ、多分すごいバランスがいいのと、やっぱ一番は私はシュートが5000だと思うんですよね、まあ、シュートが5000あるのでミドルがボンボン入ると、いうことかなと思います。なんでですね、ストイコビッチ、あとはトップ下、プレースタイルフィニッシャーってことで、
選手のこの攻撃意識っていうものはプレスタイルで左右されるってことをね、運営が公式で述べているんですけど、もしかしたらフィニッシャーってよくシュートを打つのかもしれないですよね。まあ、プレスタイルの名前からしてもフィニッシャーですしね。なんで OMF でよくシュートを打ってくれるってことですごい活躍してるのかもしれないんですが、ストイコビッチのようなね、似たような性能が来たら、似たような性能の選手がいたら、全力で取りに行くのも悪くないのかなと思います。それぐらいストイコビッチ優秀で、結果が出せている選手かなと思いますし、まあ、実際に、ね、本当に強い方はみんな総じて使ってらっしゃいますので、ぜひぜひ、ね、ストイコビッチみたいな選手をね、使うのはいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、今来てるムバッペが結構近いんですよね、ストイコビッチに。性能がっていうかステータス配分が、シュートシュートシュートパス、トラップトラップ、スピードスピードということで、ストイコビッチに比べてパスとドリブルが低いんですけど、その分スピードがあると。でシュートと、まあ、ドリブル同じ、シュートと違うわ、トラップは同じぐらい、なんですけど、やっぱこのライトウィングで起用するのか OMF で起用するのかっていうところでまた分かれてくるんじゃないのと思いますので、まあ、このねエムバペが、まあ、やっぱ近くて強いとはいえ、まあスキルもね、芸術家とグリントシュートなんで本当に近いかなというところではあるんですが、まあ、やっぱ OMF の方が、輝けるかもしれないので、まあ、ストイコビッチみたいな OMF がね来たら、取りに行くっていうのはいいんじゃないかなと思います。ってことで、今現在ね、私がやっていなかったところとか、気にしていなかったところでですね、ちょっと次から意識してやった方がいいんじゃないのっていうところ3点、まあ、最近の SWCC ですとかガチャの事情とかあって、思い直しましたのでご紹介させていただきました。はい、ってことで今回の動画はこんな感じです。ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。チャンネル登録お願いいたします。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。